はい、どうもです。中村雅俊さんで、俺たちの旅で、自己満でよろしくお願いします。坂道はこの灰色の石畳、まばゆく白い長い壁、足跡も影も残さないで、たどり着けない山の中へ続いている、もうです。夢の夕日は変わると色の空と海交わって、ただ遠い果て、輝いたという記憶だけで、ほんの小さな一番星に追われて消えるものなのです。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を振るようだ。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を振るようだ。夢の語らいは小麦色した帰り道、畑の中の戻り道、ウォーターメロンの穴の中に、数えきれない長い年月、うたた寝をするものなのです。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を振るようだ。背中の夢に浮かぶ小舟に、あなたが今でも手を振るようだ。あっしゃ、ちょこっとマジオだから、またお願いします。奥に。